はーい、皆さんこんにちは、のっぺんです。飲みながら野望申請やってみましょう。さあ、前回はこちら、本能寺の変によって日本が混乱を極める中、ここはですね、私たち橋場攻めを開始していきたいと思います。で、北条そして伊達は他の軍団に任せるということで、さあ今回から西攻め開始していきます。よーし、やっていきまーす。さあ、ということでやっていきましょう。で、現在織田家そして羽柴家が交戦しているということで、そこに加わりましょう。で、こちら金沢ごぼうかな、ここから攻めていきましょう。さあ、ということでいきましょう。兵数足りるかな。よし、行くぞー。はい、入ってこーい。さあ、で、こちら、あ、鳥居元忠軍団動きます。はい、了解、頑張って。まあ、あとは、まあ、軍団に任せましょう。よし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 。で、労力回復。で、ここの開発もね、頑張っていきましょう。はいはいはい、農村ね。春日山城はね、開発する場所がめちゃめちゃ多い。はい。OK、行きましょう。さあ、どうするどうする。で、増山城防衛できたみたいだね。よかったよかった。ふう。なんとか、佐々木は生き延びたらしいですね。で、菅沼軍団も動きました。ナイス。さあ、北条を早く滅ぼすんだ。さあ行きましょう。あーで、今川氏真が家宝を持ってきた。あー素晴らしい、この能力助かるね。で、織田家との同盟2ヶ月了解。さあ、延沢城を落としました。 OK。 あ、ということは最上家落としたということですね。はーい、お疲れ様でした。最上家は滅亡しました。パチパチ。1584年5月のことです。で、敵将は、はい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 、いやー、最上義明。よーし、うちに来た。ナイス。オッケー。おー、素晴らしい。さあ、では合戦いきましょうか。9対9。あ、官兵衛出てくるじゃん。いいね、やってやろうじゃん。はい、川北の戦いって読むのかな。徳川家康 VS 黒田官兵衛、いきましょう。さあ、威風中を手に入れるんだ。いくぞー。えい。さあ、軍表情。まあ、言うてこのまま力押しで勝てると思うんですけどね。まあ、やってやろうじゃないか。まあ、向こうは官兵衛いるからね。官兵衛強いんだよな。さあ、行きましょう。はい、回戦出撃。戦場へ。さあ、行くぞ。うい。我らが動く時ぞ。いや、メンツもね、ここ強いよね、相変わらず。さあ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 、来てこーい。はい。手に入れるぞ。そうね。要所を手に入れる。で、そこは、はいはいはい。うん、で、こっからどう動くかっすね。うん、で、そう言って、はいはいはい。うん、はいはい、まあ、まあ、おのおの動いてもらえれば。うん、で、そこ一番やり、上杉快活、はい、了解。で、まあ、そっちは大丈夫でしょう。はい。ははー、じゃあ、こう言って、こういくか。はい。要所を制すのじゃ。さあ、で、はい、攻撃、いいよ。さあ、その部隊そこへ潰そう。で、挟んでくるか。じゃあ、こいく。はい。ああ、そういうルートで行く。ああ、まだまだ。こう、はい。しまった。やばやば。で、そこ撤退。片桐勝本だ。はい。なので、こっち行こう。我らが動く時ぞ。ということなんで、じゃあ、一人こいくか。はい。敵を攻め立て。やってもうた。じゃあ、こっち行くか。少し工夫を加えますか。はい。さあ、で、そこ制圧。ナイス。敵を攻めます。よーし。で、片桐に勝本を潰して、はいはいはい。勢いは上回って。で、そこ倒した。 OK。 ナイス。で、新手が出てきた。ああ、明代か。さあ、明代なんかに何ができる。はい。で、騎馬突撃。ああ、さあ、で、雪村。はい、壊滅。早え。早いいですよ。で、そこ取ってもろうて。ナイス。やっぱ強えなでしたね。で、ちょっと一旦休憩で、そこ、よしよしよし、絶対ナイス。で、こっち、ああ、挟んでんのか。はい。で、こで、まあ、こっちは大丈夫そうだね。で、壊滅、ナイス。で、その900を早く倒しな。で、こだね。はい。敵を攻めます。で、こいくか。はい。敵を叩くぞ。まあ、あとは大丈夫でしょう。こちらに。うん、じゃあこういって、こいくか。はい、こうね。おいよ。
ちょっとこっちは気になるな。頑張れ頑張れ。で、あー、三大雪村のね、はい、雪村じゃない、正幸のあれだね、ひょうり卑怯。はい、で、はい、こっち軍隊来てるよ。はい、さあ、で、よし、倒した。ナイス。で、こう一旦こうして、こうするか。はい、で、一旦休憩して、で、そこ出た。よしさあ、どうする、軍隊。今です。で、そこ壊滅。となったら、じゃあ官兵衛こう言ってもろうて、はい、で、こうだな。はい、敵を退けます。さあ、敵を倒しましょう。はい、敵を攻めます。さあ、どうする。で、こうで、こういくか。はい、いいんじゃない。あー、で、官兵衛やるか。はい、水の如し。うわー、かっこいい。まずまずちょっと分が悪いか。さあ、助けてあげて。あー、で、これなんかやってるないですね。さあ、で、ババノバハル、ちょっと旗色悪い。了解。じゃあ、あとはトドに任せろ。で、そこ撤退。よし、稲葉一徹で、軍隊も撤退。さあ、で、そして私の、はい、三河ソワル。うやー、さあ、どうする。あー、で、そこは壊した。あー、まあいいや。はい、オッケー、ナイス。あんま被害なかったな。で、ここで威風宙が発生するんで、まあ、金沢ごぼうを取れるかも。一度の勝ちに浮かれるでない。さあ、行くよ。勝とうぞ。よし、オッケー。結構ね、織田軍がね、攻め上がってきちゃってるからね、早めに拠点取ってきたいですね。さあ、どうする。風よ、で、あー、よし。まあ、さすがに金沢ごぼうだけか。はい、で、そうですね。じゃあ、この勢いで少し工夫を加えますかね。じゃあ全員、はい、こっち。何をすべきぞ。で、これでこうか。で、一部隊だけ、はい、ヒョロキツイ。これは、室が、はい、フィニッシュ。はい、さあ、引き続き攻めるよ。戦が始まる。備えよ。さあ、桜城落としました。オッケー。すげえ。オッケーオッケー。ナイス。はい。お使いいたします。あ、笠原康勝が登用。ナイス。はい、じゃあ他の方は逃がしてね。はいはい、はい、寛大な方ですね。で、しかもできる。あー、で、衰退した北条を見かけて失敗した者がいる。はいはいはい、この方、加賀屋さん。はい、で、タコ、はい。で、次は大関高松。はい、あー、この人も優秀ですよね。で、しかも、あー、渡辺官兵衛じゃん。はいはいはい、はい、南部家の南部信長殿が面会を求めてきました。はいはい、援軍？よろしい。もうしょうがないな。はい、まあしょうがないな。はい、まあどうせうちに吸収されるんだから。この城で森山城も落としました。パチパチ。結構ギリギリだった。ようやった。縛り上げなさい。いいね。お使いいたします。よしで、また合戦いける。して、ここは4部隊囲えるか。いいね。よし、行きましょう。農民の戦いかな。徳川家康 VS 羽柴秀長。あ、秀長来ましたか。弟、容赦しねえぞ。さあ、これで終わりでございます。やっぱり圧勝でしたね。オッケー。まあ、そりゃそうだわな。羽柴家もなんか意外と脆いな。まあ、織田と戦ってるからか。よし。次も勝とうぞ。削り合ってくれれば、嬉しいですね。よし。さあ、まずは足がかりとなる拠点を作らないと。さあ、行くぞ。あ、そうか、威風が発生するんだ。威風弱ですけど。勝利が誰のものか。さあ、ね、で、まあ、この辺はまあ取れたでしょう。オッケー。よし、さあ、行ってこい。おい、オッケー。取り越え城落としました。パチパチ。ではでは、もう一度部隊を送りましょうか。31,000。はい、みんな。で、援軍くれない織田軍団よ。援軍ちょうだい。ここ一条谷か。いいんじゃない。はい、あ、防衛、防衛、あ、ここは攻められるの。
いやー、じゃあ防衛お願いします。はい、すいません、お願いします。で、あとなんかどっか攻めたいね。ことかこれも十分なのか。長浜も十分か。またじゃあ攻略目標にはしておくか。はい、じゃあ長浜ね。はい、お願いします。はい、今が好機。はい、行ってこーい。で、鳥越城を攻めるときはもういません。あ、本当に、あー、よかったよかった。はい、じゃあ長浜城を攻めます。あれでも今攻めてんのかい、おだけが。おだけが攻めてんのかい。じゃあ大正寺城、ああ、もうなんか十分な兵いってるから、あー、増援なくても何のこと。じゃあ一条谷、ここ行きましょうか。はい、じゃあここ攻めまーす。はい、いざ。で、次はこっちも攻めるか。はい、じゃあ七尾城。はい、で、次は松波城、ここも攻めます。はい、はい、いってらっしゃい。ちなみにこっち攻めれないか。あー、腰ひょろ足りないって。一条谷は、あー、十分な兵がいってる。そろそろ遠いか。なるほどなるほど。声を上げよう。で、こっち、あい、自社建設了解。はいはいはい、そろそろ法律もやりましょうか。政策、そやな。じゃあ南蛮貿易やるか。はい、これお願いします。よかろうぞ。で、金屈技術、これもやろう。はい、よしよしよし、受けたまわりました。で、あと常備平成、これもやるか。はい、お願いします。心得ました。いいぞ。はい、城を制しさあ、満期城落としました。パチパチ。あ、これもしかして北条滅びた。あ、はい、北条家滅亡しました。なんということでしょう。素晴らしい。で、これでどうなるかな。お使いいた。あ、で、綱重来てくれる。あー、素晴らしい。貴君にはお使い。あ、うじてる。なんでうじてるね、来にくいんですよね。で、宇治政も来てくれない。うわ、こいつ、あ、武田勝頼、え、あれ、そっち行ってたっけ。あれ、いつの間に。あれれ、まあ、解放してやるかも、しょうがないな。噂に聞くより。あー、で、菅沼軍団が今度は伊達家に攻め行く。あー、マジか。伊達の命運も短いね。まだ足りぬ。さあ、大正寺城落としました。パチパチ、ナイス、素晴らしい。いいよ。で、ここはじゃあ軍隊任せるか。はい、はい、信康も伊達家攻める。おー、しょしょ、攻めろ攻めろ。いいね。じゃあ、ここは新しい軍団、はい、榊原康政軍団に任せましょう。はい、お願いします。さあ、頑張って統治するのだ。で、武将も何人かやるか。じゃあ、この辺りやるか。はい、どうぞ。はい、行ってらっしゃい。あ、武将の馬場信春様が、あ、旅立ちました。あー、なるほど。いやー、今までありがとう。根性に悔いはありません。いやー、ありがとう、今まで。さあ、頑張れ頑張れ。不甲斐なし。で、今度は一条谷ね。あー、で、今度は、はいはいはい、あ、分解要請どうぞ。はい、お任せください。で、温泉か、いいですね。温泉いいよね。野戦となぜめは得意といた。で、松波城も落としましたね。オッケーオッケー。まあ、能登もすぐ取れるでしょう。はい、機関士もいいよ。はい、あー、で、ここは統治範囲内なんだね。あー、ほんとだ。じゃあ、ここも、誰かに任せましょう。じゃあ君だ。はい、内藤信政。はい、感謝いたす。で、足軽大将はいないか。はい、了解。で、南蛮貿易発令を整え。で、どうどう。あ、いけそう、いけるいける。合戦いける。はい、いける。あ、一人しかいない。うん、それじゃ意味ねえや。はい、じゃあ港建設ね。はい、どうぞ。ほい、手をつけるとしよう。で、なんやかんや春日山城も開発、わあ、まだ終わらんか。ごめんごめん、もう終わるもんだと思ってた。はい、で、合戦いける。して、まあ一人だけが。はい、いかに動くか。さあ、おいや、めっちゃ来た。あー、で、金屈技術、はい、了解。さあ、一条大城も落としました。ナイス、オッケー。いや、結構限界かも。よしよしよし。兵糧もないもんな。あー、いいな、おまさん、きつそう。はい、以上。で、多分こっからは防衛戦になるんで、はいはいはい。じゃあ、しばらくここは滞在。んで、はいはいはい。で、開発も進めて、
で、農村、はい。で、他はどうかな。まあ、伊達もまあ、落ちるんじゃないかなって思うんですけどね。さあ、今回はここまでにしましょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよならー。